紋章市街バルチースクは、ロシア連邦王、カリーニングラード州の都市である。ビスワサ市の北部に位置し、カリーニングラードとは29マイル離れている。ロシア最西端の都市である。人口は33,252人。ロシア海軍バルト艦隊の主要海軍基地があり、サンクトペテルブルクへのフェリー港でもある。バルチースクの衛星写真。 プルーセン人の漁村が13世紀海岸部の数カ所に生まれた。村の名前であるピルスという言葉はコプルーセン語で鳥を意味していた。1510年9月10日、大きな嵐が村の前の航行できる型を作った。これがピラウがプロイセン公国の重要校となる養成長を促した。1537年には消防祭が建設され、 1543年には、石造り構造になった。1550年には、初期の防御施設となった。30年戦争中、スウェーデン軍が、ポーランド・リトアニア共和国に勝利を収めた後、港を占領した。グスタフ・アドルフ王は1626年5月、自軍を引き連れて、ピラウへ上陸した。1629年のアルトマルクの和義後も、スウェーデン軍は、 ピラウを保持し、その防御施設を改良した。彼らは、星型要塞を建設した。1635年、ピラウ市民は1万パーラーの賠償金を払い、スウェーデン軍は、ブランデンブルク選定校へ、駐屯地を明け渡した。東大と、ピョートル一世、ゾ17世紀終わりから、町はかなり拡大した。東大と石造りの教会が建てられた。 ロシア皇帝ピョートル一世はピラウを3度訪れている。最初は1697年で憲王施設団を派遣する際であった。東台の隣にピョートル大帝の像が建つ。1725年にピラウが首都圏を授けられた後、市庁舎が建設された。このバロック様式の大建築物は1745年5月に落成式が行われ、 第二次世界大戦末期に破壊された。七年戦争の最中、ロシア軍がピラウを占領し、小さなロシア正教会の教会を建てた。この出来事は、ロシア女帝、エリザベータの騎馬像によって記念されている。1807年6月、ピラウは、ナポレオニッセイの率いる大軍に襲われた。その後の19世紀には目立った出来事は起こらなかった。 31.38メートルの高さの灯台が建てられた。要塞全体が最新式に更新され、1871年にプロイセン人によって再建された。1901年11月15日、ケーニヒスベルク運河がピラウとケーニヒスベルクとの間で開通した。建設にかかった費用は1億3000万マルクという。 この水路は、喫水21フィートの船舶が、ピラウ市に沿って停泊でき、またピラウで止まることなしに、東プロイセンの首都へと航行できた。これがピラウの経済に、深刻な打撃を与えた。第二次世界大戦中、ピラウは、U ボートの訓練施設を抱えていた。1 9 4五年、赤軍が、東プロイセンへ侵攻し、十五万人を超える、難民がピラウから、 ドイツ中央部、西部へと、フェリーで脱出した。戦後、東プロイセンに属した、ピラウ一帯は、ソビエト連邦の手に渡り、ドイツ人追放が行われた。ロシア化が進められ、ピラウという名からバルチースクへ変えられた。1952年、ソ連志向部は、バルチースクに、バルト艦隊の海軍基地を落成させた。その結果、バルチースクは、閉鎖都市となった。 外国人との往来、許可のない外部者との往来は禁止された。冷戦時代、バルチースク空軍基地によって運営されていた。カリーニングラードと共に、バルチースクは、ロシアへ、航行可能な、バルト海沿岸の不登校である。死周囲にある歴史的建築物は、五角形のピラウ、要塞がある。これは1626年に、スウェーデンが作り、1670年に、 プロイセンが完成させた。1870年に修繕され、現在は海軍博物館が入っている。13世紀に建てられた、ロヒシュタット城、19世紀の海軍防御施設の、迷宮、セイゲオルク制度、32メートルの高さがある、ドイツ表現主義の監視塔ゴシック、リバイバル建築のバルチック艦隊博物館、19世紀。 初頭の優雅な灯台、石像の十字架などがある。ありがとうございます。